はい、あんたもしつこいわね。だから買わないっちゃば。いい？夢って頭で考えるものではなくて体で見るものなわけ。だからこうやって電話なんかよこさないでさ、ちゃんとお客さんのうちに行って玄関をノックしちゃわないと。お客の心の扉は開けられないんだから。じゃあ玄関で待ってる。頑張んなさいよ。